黄昏の街を背に抱き合えたあの頃が胸をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛しくもあり、この頃では僕は僕のままで逃げず夢を抱えてどこまでも歩き続けていくよ。いいだろう Mr. Myself、 いつの日もこの胸に流れてるメロディー、軽やかに緩やかに心を伝えうよ。日の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな。このセンスワールド、近頃在職の話題でさえ、仕事に汚されていて、様々な角度から物事を見ていたら自分を見失ってた。取り組んでいる関係の中でいつも正直に合わせるけど、君は君のままに静かな暮らしの中で、突然には風に身を任せるのもいいじゃない。お水はセルフモンの上が6月の雨に打たれて、愛に満ちた季節を思って歌うよ。知らぬ間に忘れてた笑顔など見せて、虹の彼方へ放つのさ、揺れる想いよ。変わり続ける薪の片隅で、夢のかけらが生まれてくる。何も、そして僕はこのままで、かすかな光を胸に、明日も進んでいくつもりだよ。いいだろう、ミスターマイセルフ、いつの日もこの胸に流れてるメロディー。切なくて、優しくて、心が痛いよ。日の当たる坂道を戻るその前に、またどこかで会えるといいな。この時は終わって、虹の彼方へ放つのさ、イノセンスワールド。果てしなく続く、イノセントワールド。はい、こんばんは。コーナーもね、ミスター・キズバリさんのね、イノセントワールドでございました。2016年、5月の7日、土曜日の生徒たちにね、コーナーもね、いつものように限らず、生徒たちを使ってして、こんな風にやらせてください。今日は一つだったからね、でもね、土曜日ともね、早かったね。はい、で、明日日曜日なので、ね、アウトドアに行きたいと。あ、こんばんは、ももかさん、こんばんは。どうもね、今日は一つだったからね、明日。日曜休みなので、あれ、あと、先に行こうと思います。でも明日は午前中はね、前から言ってるようにね、インターネットの更新行ってこようと思う。東洋町とかね、その後、新宿に行って、こんにちは。はい、どうもこんばんはね。はい、みんなセントワールドでございます。じゃあ今来た人のためにね、こんばんは。もう一回とかね、はい。いいかね、イノセントワールド、あ、こんばんはね。今夜もイノセントワールド歌ってます。どこの配信でございます。いいね。Windows 10。この Windows。パソコンは Windows 10のノートパソコン。アスックの E-BOOK-X205TA。これいいよ。バッテリーの持ちもいいし、ほんといつもそうね。充電時間短いしね。いい。いいね、これね。値段も3万8000前後で買えるしね。いいと思うよ、これ。まあ、CPU はまあ安いからね、そんな。
なんだっけ、フランスね、なんだっけ、フランスじゃないのか、まあそこそこ使えるんで、ね、なんだ今いいのはなんだっけ、今いい、なんだっけ、コア i5 とかいいんじゃないか、そのほどコアとかじゃないから、でもここはね、まあでもまあそこそこ使えるんで、なんですけど、さて、もう一回そんな声でね、イノセントガールで、イノセントガールで、もう一回ね、この歌ね、黄昏の街を背に、抱き合えたあの頃が、胸をかすめる、軽はずんだ言葉が、時に人を傷つけた、そして君はいないよ、窓に映る哀れな男が、愛しくもあるこの頃では、ああ僕は僕のままで、いずれぬ夢を抱えてどこまでも歩き続けていくよ、いいだろう Mr. Myself、いつの日もこの胸に流れてるメロディー、軽やかに緩やかに心を伝うよ、家の当たる坂道を戻るその前に、またどこかで会えるといいな、イノセントワールド。近頃じゃ遺族の話題でさえ仕事に汚されていて、様々な角度から物事を見ていたら、自分を見失ってた、入り組んでいる関係の中で、いつも正直に合わせるけど、ああ君は君のままに、静かな暮らしの中で、時には風に身を任せるのもいいじゃない、 Oh Miss Yourself、 もの腕だと9月の雨に打たれて、愛に満ちた季節を思って歌うよ、知らぬ間に忘れてた笑顔など見せて、息の腹さえ放つのさ、揺れる想いを変わり続ける、街の片隅で夢のかけらが生まれてくる、oh, 今にもそして僕はこのままで、かすかな光を胸に明日も進んでいくつもりだよ、いいだろう Mr. Myself、 いつの日もこの胸に流れてるメロディー、切なくて優しくて心が痛いよ、血の当たる坂道を戻るその前に、またどこかで会えるといいな、この時笑って息の体へ放つのさ、イノセントワールド、私なく続くイノセントワールド。はい、今夜もね、イノセントワールドと歌いました。はい、飲もうかね、今日は暑さやめて、シアで飲もうかな、日本酒ね。新千葉行くバスだったらさ、交渉終わった後、ね、朝、8時半からやってったら朝、朝一行って、
まあ、それぐらいかな、終わった後、講習終わった後、飛ばして新千葉に行って、写真でやってこようかなって考えてました。で、もう4月24日誕生日だからさ、その前後ね、講習に行ったんだけど、結局、平日休みなかったんで、やっていこう。ね。なんかね、18時半からか、19時半。1ぐらい出たら大丈夫かなって。で、で、清田線、東西線乗り継いで東洋町行って、定期検証で更新して、で、終わったら、バス乗って新千葉行って帰りほどやったね。じゃあ、今日のつまみ、今日のつまみはね、今日。やるだけで、今日はね、今日のつまみ。昨日の作ったやつは昨日のうち鳥皮と今夜はね冷製の和え物昨日のうち作った鳥皮を湯がいていつも通り鳥皮で湯がいて洗って適当に切って水切って今日は玉ねぎ適当に切ってさらし玉ねぎね洗って水切らしてそれとあえて醤油と一味唐辛子でつけといたやつあっまだ、うん、玉ねぎこれあ、うまい。あ、実はそれ醤油と一味だけ。ね。鶏皮。さ、鶏皮と玉ねぎの、うえせ、サラダ。あ、合うね。まあ、味噌でいい。うん。ああ、玉ねぎいいね。うん。昨日のうち、で、昨日作ったじゃない。昨日も早かったからさ。鶏皮作ったんで、鶏皮湯がいて。ね、いつも通り洗って、水で適当に切って、で、玉ねぎも、さらし玉ねぎにして、それとあえて醤油と、一味玉ねぎ、かけて、適当に焼いて、冷蔵庫に寝かしておいた。さらに洗えば玉ねぎ、うん。いつも、まあ、だから明日も食べようね。量多いからさ。あれって十分だ。終わると、一気に終わらない。でも、おかしい。この機会あっていいよな。最近嬉しいんだよね。新鮮市場の鳥買ってんのね。100g 65円でね。あれ嬉しい。うん。これもそう。新鮮市場。最近目にしても嬉しいね。うん。これ鶏皮と玉ねぎの冷製の和え物です。N4C コップの。こんなやつ、お通しとか、飲み屋のお通したんだよ、こうやってね。こうやって小鉢に持ってさ、頼んだもん出てくるもん。こんなお冷製でたから、冷蔵庫で作っておいて、くじょくじすんもんね、辛いかなと。冷蔵庫で通して、お客さんとさっとさして小鉢に出してね。頼んだらもう来るまでね、お通しする。
まりにも金目があるからさ、別に他にこんなのこういうの入れない。ロイト、これが一気に転がるのあれ、こんなようなので、まだ、明日はだから お一人寂しいと思ってから、それ荷物になったらさ、ずっと出会えることにしてほしい。私の人は結構問題があったんですかね。このおかげで取れると思うんで。あれか、ほんと明日、明日行くね。明日がちょうどいただいてね。もうね、今月の暇だもんな、こういう時間で。明日行って、どうもお話しに来てくれたり。新宿はコンビニ行ったかな、ないね。生えてきたな、髪の毛。なんか、そう思わされてる、この辺。なんだ、この辺生えてきた髪の毛、髪の毛少し。なんか、少しね。そんなに。だっこれない。ほんと、すごいね。おでこ、おでこ、どんどん広がってる。例えば玉ねぎ持ってる。玉ねぎと弾力ソーセージ。元の中入ってるんで。あとなんかって。まあ、玉ねぎの弾力ソーセージだけでもね、適当に食べてちょうどいいんだからね。なんか買って。だから明日も野菜ある。弾力ソーセージいいな、あれ。途中帰ってくるとき、プラスワンショップの弾力ソーセージ買ってきて。早くてね、あれ、豪華なのね、そんな考えてないんだ。私だから、ミニフィルムネイチャーストーブ買ってことで、久々試してたんだ。ミニフィルムネイチャーストーブ。ちょっと立ち見せて、痛みがない。あの人は土曜日だからね、あさって。やらしやらしさんって言ってたけどね、ミちゃんってどこしようかな。なんだ、今度キャンプと鶏肉持って帰ろうね。前、今度キャンプ持ってこうと思ってて、鶏もも肉。スーパーでブラジル産の売ってる時はスーパーから買ってあったんだけどね、まだ2パックは買ってあったんでね、持ってから今度、鶏もも肉持ってこう言うからね、そうですけど、キャンプ行った時ね、冷凍したからさ、部屋にはどうしてもね、途中で買うと必要ないからさ、部屋にだったんで、じゃあキャンプ行った時ね、今の時、まだ使えないから今、あれは買うと、少しの鶏肉持ってる、鶏肉持ってる。あれは、レーザーがあるの。レーザーって前にいらないから、めちゃであれを持ってる。そうでしょ、どこかな。一番いいな。ね、やっぱ学校場所だよね。ね、電気からも使えるしさ、電車室に通るとは思うんだけどね。一番だから一番多いんだ。軍もね、あそこ良かった、気に入ったしな。あ、でもあそこは、うん。面白いね。でもあそこいいじゃん、その軍もね。まだ行こうかな、軍も。往復完全として行きましょうか、って。まあでも5000円もあれば、十分、一泊してるしかな。5000円で一泊してくれればいいと思う。2杯目、まあ、それ最後だから、ね、明日買ってこないとね、また。
はい。おいや、すまずやめろ。プラスアイドルは次のラインナップになってます。はい、乾杯。次の乾杯。早く寝てました。早く寝ました。次がいるんだけどね。お父さんの次の部屋もな、東洋町だ。全部ついてきてもらえで。平気で出せんだったら、あの、この、一度消えたとして更新できるんだけどね。まあ、しょうがないね。あとは、この、創業者の話だよね。うん。質問がさ、一歩出てないからね、こういうの。一旦大手町に戻る、移ってまた戻る感じだったんで、昔は大変だからね。でも、使い方かもしれないね。ほんと、23歳は大変だろうな。八王子の人なんか大変だと思うよ、コーヒーするのにね、あれ。八王子とかさ、向こうの方はね、市の方はさ、でも、それはあっちのが普通でしょ。普通離れてるもんね。あれから思えばな、23区内の人がすれば近いかもしれないな、都心の方はさ、危険かもしれない。昼の人が住んでて大変だよな、ほんと、普通まで、更新の国にね、住まだろうね、あっちの方はな。そのまま近いな、うちはな。運転免許がいるんだろうな。普段乗んなくてさ、運転免許はさ、あれ、身分証明書として最高だからね。ね、持ってる人乗んなくてもね。身分証明書として最高だもんだからさ、あれあると思うんだよ。平成1年とかだよ、最初の1年。あれがいろいろあった時に。ね。小学校何年、平成1年、小学校何年があり、ストーブの一つ先の運転があって、その後、捜査が入って、うちの運転があったのは、あの頃だね。でもあれがもう21年の早いな。あっという間だよ。ついこだわりのようなもんだよ。ね、あれ。ストーブなの一連の捜査をね、一人で仕掛けされる事件があって、その後、カムクイシに捜査が入ってさ、いろいろ捕まったのね。あれでも21年かするとね。今の高校生は生まれる前なんだから知らないよな、リアルだよね。そうですね、今高校生の人にとっては、生まれる前の出来事なんだろうな。僕がつい最近出てなかったから、44歳の人にとっては、つい最近のようだけど、もう10代の人にとって生まれる前の出来事なんだな。そんな話、ねえ、あれね、笑いますね。あの子も桜銀行って言ってあったよね。そう、桜銀行。あの頃は何だっけ、番組カラーとか言ってたんだね。番組カラーに行ったんでさ、あれも番組みたいに客入れるやつであるんだね。で、あったじゃん。オーブンとかやったんでさ、東京店のテレビ長男です。あれ結局さ、テレビ局カメラだからほとんどね、あれね。ああいったクラップみたいな。客入れ文化とかさ、番組のためにさ、東京店欲しいからさ、そういった人集めてさ、なんだけど、ね、ほとんどなんだ、みんなね。みんな、放送もやる。僕もそうですって。あれ、一回でもさ、2000万もらったもんとしか、早起きしなきゃいけないけどさ、朝、新米上司さ、霞ヶ関のあっちの森行ってさ、まあでもそれでもさ、2000円もらえたからね。並んだだけでさ。僕あの頃、ずいぶんあれで、小遣い稼ぎしてたな、あの頃。21年前。うん。まあ、多分それあれね。
実際あんなもん見たくならねえじゃねえ、ほとんどそうだよ。ならねえお金もらえるからっていうことで、テレビ局の番組かからずに大体で、ああいうとこにさ、同じように番組制作の一つとしてさ、ああいうとこに並ばして傍聴見えるようにさ、みんなさ、まあ、テレビ局の場合は寝ちゃって、全部警察だからさ、多分そうですよね、あれ。傍聴見えるためにさ、やったんだから、何ね、みんなそうやろ、そこで、並んでるね。ゴールズだって、毎年のゲスト、それがさ、当時さ、包丁切れたり、これだけの情報、全部さ、お金出してさ、来てもらってんだからね、あれ、結局。ね、まあ、知ってる、ね、分かってると思うけどさ、ほとんどの人。分かるんだね。みんな、普通にわざわざ並んで、あんな朝からさ、一回7個2000円もらえるから来てるのよ、みんなね。そうなの、もう思われる。なんだと言ったら、当時は今と取材してる人と、あの時間でそうだったからさ、朝並んで、2000円もらってた。うん。あれ、郵便コマーシャル送って、郵便コマーシャル、あれで送ってきて。うん。したら1ヶ月に1回送ってくるのね。1回ぐらい1万円ぐらいあったんだけど、なんか、ね、1ヶ月。そこそこの小遣いだったな、このな。まあ、早起きはそれと同じように思ったら。だから、都内の人やらなかなかいけない、あれはね。まあ、電車券かかっちゃうからね。都内大事だったら、100ドルとか190円ぐらいで行けちゃうもんな。で、朝早く起きてもらうんで、ね、さあ、並ぶだけでいいんだけど、食べるような関係ない。頭かぶとで使ってくれたから。あの、霞が関行きます。で、この渋谷公園とかの、野外温泉のところでね、テレビ局が全部ね、やってたのに、あんなもんほとんどそうやんなの。よくやってた、通りにさ、傍聴券を求めるためにさ、非常最高みたいな感じさ、これだけの人が、あんなもん、でもテレビ局がさ、傍聴券得るためにさ、あれ、集めてるとこだけだからさ、実際ほんとそうなの。関心があるだろうけどさ、実際並んでるわけじゃないからね。ね。あれ笑っちゃったのに、ああいうの見るとたまるでしょ、なんだけどさ。みんな返してやろう言えんだよね。2000円もらえかならねえんだよ、みんなあれ。そうだよ、もう、番組カーナーの一つとしてさ、やってんだよね。頭がどうかで多いだけさ、この傍聴券を得る可能性も高いからさ、ね、みんな。一回傍聴券手に入れば、それをもとにさ、系列のさ、新聞だから放送局に伝えるもんね。まあ、それほど、まあ、ペイはできるんだと思うよ。まあ、雑誌は別でもさ、新聞社とか放送ラジオで取り入れてて、系列だからさ、ね。一個の放送権があればさ、ね、そっち使えるもんね。そうやった準備だよね。だから、一人2000円ぐらい払えるわけや。なんか、なんだって。500人でも2000円かけるかもしれない。まあ、でもなんだ、番組制作だったら、そういうね、まあ、だそうでしょ、番組制作してほしいって思う。まあ、それでその新聞社を使った場合も使えるしね、そう思うとね、普通の人は大変なんで、一人に並ぶだけでも。それは21年前ね、あれ21年前。どうも、ネオム裁判の感じで。僕も並んでた人で。それならよく番組からいろいろやってたからね。そういう番組からいろいろ言ってたよく言ってたのがね、テレビ屋台のね、サンマのなんともタイビーとな、六本木あれ言ってたね。あれちょうどね、ちょうど島の時だった、ね、あの時間、あの番組からの時間帯で、ちょうど島の時間帯よく言ってた。あれも2回だったかな。うん。あと、うん。じゃあ、超人コロシアムっていう、見たことないですか、テレビ見たら。あれも言ってた。あれは緑山だった。あれは、新さん、新さん。そっちだよ、とか。超人コロシアム。テレビ見たけど、何もそういうの、見なくても行けっかいないね。見たこと言った。あと、あれも言ってたな、あれ。あと、日本テレビの。
バラエのバラエの先生と島田先生、あれも番組からなんで、百あれだけがさ、あれもあれめんどくさかったよね、あれ本当に。行くたスタイルだからさ、あれはめんどくさかったですね、あれ京王線の稲田鶴見まで行って、そこで駅前並んで、送迎バスで行ったスタジオ行って、うん、まあ、でも街も遅くなってもあれ、最寄り駅まで下タクシーの送迎だったからね、行ったスタジオ。ほんと行ったすごいだろ、テレビ局スタジオに。あんなとこスタジオあんだもんね、あれで驚いちゃうな。うん、緑山、まだ、緑山も郊外だけど、まだあれ、じゃないあれ。緑山じゃない、あれなんだ。星座なんて、今度も郊外、あれまだ23区だ、あれだ、あそこね。あそこ、なんだっけ、あそこ。組み立てスタジオの郊外だけど、一応23。あそこ、日本テレビ系のあそこなんだっけ。あそこ、よかった、あそこ。これはやっぱバラエラの人生でね、稲田鈴木だもんな、安からバスだもんな、今のスタイルでね、みんなこう、あれも制作費を出す一つなんだろうね、都心だったからあのスタジオまで作れねえもんな、あの人が安く取れもんだね、あの頃のああいうの見てね、一つ前のに行けるときに、その一つで、だってオウム裁判の傍聴席とかもあったわけ。21年ぐらい前ですね。まあ、とにかくな。じゃあ、この辺で、酒も飲んだし。なあ、筋子これ。鶏皮の玉ねぎの今日はね、冷製のあるもの。困った。脱がした。ではまた。ではこの辺で。